頑張れ頑張れ、私ならできる。子供たちの悲鳴が聞こえる。この辺温度が低すぎるかな。怪獣だ。子供たちの悲鳴が聞こえる。大地よ、たげ！救援招待ナルベリー、どこを見てるんですか？キョロキョロするのは危ないですよ。子供たちの悲鳴が聞こえる。このチェーンソーで真っ二つにされたくなかったらさっさと投降しちゃって。廃墟で頭を上げようと必死な野草の姿をあなたが見せてくれた。ありがとう。